舞い上がれ、いざ、航空学校へ、第40回、私らはチームや、第41回、予告です。宮崎港での座学課程の最終試験を受ける舞たち。結果は全員合格しました。学生たちは、帯広でのフライト課程を前に、一旦、帰省します。東大阪の康太と恵みは、 舞をご馳走で出迎えます。そんな折、春とから送られてきた小包が岩倉家に来ました。中には、金色の奇妙な人形が入っていました。舞は、早速、春とに電話するが、取り付く島もない。第41回、私らはチームや予告です。北海道。 帯広でのフライト過程に臨む舞は、高志からの手紙と短歌で勇気づけられます。帯広で舞は、3人1組のチームに分けられるが、またしても柏木学生、水島学生と同じ班になります。そして、担当教官は、学生の間でも名うての鬼教官と呼ばれる大河地教官であることが分かり、戦々恐々の中、フライトシミュレーターによる訓練が始まります。